それでは計算基礎学1の第4回の授業を始めたいと思います。まず前回の授業のまとめです。前回はまず符号なし多倍調整数の表現というのを説明しまして、でそれからその多倍調数の演算を行うための CPU の機能である、レジスタについて紹介をしました。でそれからとそのアルゴリズムですとか疑似コードの書き方、あと制御構造について解説をしまして、最後に符号なしの多倍調整数の加算のアルゴリズムを紹介しました。で今回の内容は以下の通りです。まず今回は計算量の概念を説明します。そして前回アルゴリズムを学びました多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行います。で後半では一変数多項式のその表現について学びまして、それから一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量について見ていきたいと思います。ではまず計算量の解説からしていきたいと思いますが、テキストでは少し前の方に戻ってですね、10ページのところに計算量の解説がありますので、そちらをご覧ください。でまず計算量とは何かということなんですけれども、これはアルゴリズムの効率を測る上での指標の一つです。そのアルゴリズムは実際に計算機で動かすわけですので、そのユーザーである誰かですね、我々かもしれませんし、我々にとってその所定の期待する動作をしてもらいたいわけですね。例えば皆さんがその携帯電話やゲーム機でゲームをする際ですね、何でしょうね、そういうリアルタイムのゲームなのにキャラクターがカクカクとしか動かなくて途中で止まってしまっては皆さん遊ばなくなるから、そうするとゲーム会社はゲームが売れないということになるわけですね。ですのでそのユーザーが快適に使いたくなるようなゲームだったり、そういう観点からアルゴリズムをそのいろいろ良くしていく必要があるということは分かるかと思います。でそのアルゴリズムの良し悪しっていうのがをじゃあどうやってその基準判断するかっていうことが大事になってくるわけ で計算量というのはそのアルゴリズムの効率の観点でその良し悪しを測る上での基準の一つとなっております。で計算量には主に2つ種類があります。1つ目は時間計算量、タイムコンプレクシティと呼ばれるもので、これは必要な計算のステップ数を数えたものです。でもう1つは空間計算量、スペースコンプレクシティと呼ばれるもので、これは計算に必要な記憶容量 を指す計算量です。で時間計算量に関しては早いアルゴリズムの方がより良いアルゴリズムだろうというのは皆さん多くの人が同意するんではないかと思いますけれども、その空間計算量に関して言いますと、その例えば同じ計算をするのにですね、そのスーパーコンピューターでを使って計算をするっていうのと、皆さんの携帯電話を使って計算をするっていうのでは、そのメモリの容量がかなり異なりますので、同じ計算をしようと思っても、例えばこの計算もしくはこのソフトウェアが皆さんの携帯で動くようにするためには、携帯のメモリに収まって計算できるようなアルゴリズムでなければならないと、そういう制限があったりします。そういうことでその時間計算量ほどではないですけれども、空間計算量が問題になるようなアルゴリズムっていうのもあります。ただ今回はですね、その主にその時間計算量の方が皆さん気にすると思いますので、今回の授業では時間計算量の評価というのをメインに取り扱います。で、その計算量の表し方ですけれども、これは全近記法と呼ばれるもので、これは何も目新しいものではなくって、数学類の人たちであれば、その1年生の微積分で、ラジオっていうのを習ったと思うんですけれども、ランダムのラジオですね。あれです。もしくはそのような形で評価するものです。
でここではあの t という関数を与えるんですけれども、この t という関数は自然数の集合から非負の次数への集合の、まあ、関数と、あ、斜像か、ということにします。でここでその自然数の元スモール n っていうのは何を表すかというと、まあ、入力アルゴリズムに対する入力のサイズというのを表します。このサイズという概念は、まあ、アルゴリズムによっていろいろ変わってくるんですが、例えばあの整数を入力とするアルゴリズムでは数値の大きさであったりとか、桁数やワード数、それから、まあ、多項式を入力とするアルゴリズムであれば多項式の次数など、そのアルゴリズムの動作に影響する入力のある大きさの属性をサイズというふうに表すことにします。で、まあ、それに対してその、まあ、tn という関数がその n の入力、n を入力とするアルゴリズムの処理にかかる時間を表すと、計算時間を表すというものとなっております。で、この前近記法、先ほど申し上げた前近記法ですけれども、その、まあ、どのように使うか、もう少し具体的な例を見てみますと、例えば、そのアルゴリズム1と2というアルゴリズムがあってですね、その2つのアルゴリズムの時間計算量を比較しようと。いう場合を考えます。でここで、まあ、先ほどの関数の t を使ってですね、この t1 というのをアルゴリズム1の時間計算量、それから t2 というのをアルゴリズム2の時間計算量としましょう。で例えば今ですね、その t1 が入力 n に対してある実数、正の実数 a を使って an で表されていると。で一方で t2 っていうのがある正の実数 b を使って、その bn2 乗というふうに表されているとしましょう。で、これで、その、まあ、微積分で習ったと思うんですけども、その関数の前近的な振る舞いを見るっていうのは、その n をどんどん大きくしていったときに、その t1 と t2 の例えば大小関係がどうなるかということを見るということだったと思うんですけれども、でそうすると、例えばこのような例ですと、これはある n の時点でですね、t をどんどん大きくしていけば、ある n の時点で、t2n は二次関数ですから、二次関数はどっかの時点で一次関数を追い越すと、まあ、量が大きくなるということは分かると思います。ということで、その、まあ、前近的に n をどんどん大きくしていったときに、その、この場合は t2n が t1n よりも大きくなるということなので、この場合の計算量の評価としては、前近的に t2 の方が t1 よりも計算量が大きいという評価、見積もりがなされます。でまあ、他の関数の例としましては、例えばと、まあ、指数関数ですね、C の N 乗といったような指数関数であったり、それから、まあ、対数関数ですね、D ログ N といったら対数関数のによる見積もりが、そのアルゴリズムの時間計算量の見積もりでよく登場します。で、その前近記法ですけれども、今から、まあ、その主アルゴリズムの評価でよく、まあまあ、よく使われるものも、あまりよく使われないものもありますけれども、とりあえず使われるその前近記法を紹介しておきます。全部で5種類、まあ、今回は定義を紹介しますけれども、まあ、重要なものは1番目のラージオですね、前近的上階と呼ばれるものと、それから3番目のオメガ、ラージオメガ、これは前近的下階と呼ばれるものです。でまあ、順番に紹介していきますけれども、まずラジオの前近的上階ですね。これは微積分のラジオと全く同じ定義なんですけれども、ここで GN がオーダーの FN であるとは次のようなことを言うんですが、まあ、これ全部変数は次数ですけれども、正の C とそれから、あ、ごめんなさい、それから N0 はこれ自然数ですね。自然数 N0 が存在して、まあ、N が N0 以上ならば、GN が FN の C 倍で上から抑えられますということを言っています。ですので、まあ、ちょっとこれ図式化したものがこちらのグラフですけれども、まあ、GN と C 倍の FN というのがあれば、そのある N0 から先は GN が C 倍の FN よりも小さく、等しいか小さくなっていると、そういう評価で、がなされるということを言います。でこれは次はスモール O で、このスモール O も微積分で扱われたものと同じ定義なんですけれども、GN が FN のスモール O であるとは、
まあ、任意の実数 C、正の実数 C に対して、まあ、ある自然数 N0、自然数が N0 が存在して、まあ、N0 が N が N0 以上ならば、まあ、GN が C 倍の FN で抑えられていると。まあ、結果として、その、まあ、GN の方がですね、FN よりも早く全近的に、ゼロに収束するということを言っています。で次がとラージオメガですね。ラージオメガ、これが全近的加解と呼ばれるものですけれども、これは先ほどのラージオと逆で、とまあ、GN が FN のラージオメガであるとは、そのまあ、ある正の C と自然数 N0 が存在して、N が N0 より大きければ、この C 倍の FN が GN で上から抑えられるということですね。まあ、こういう図なんですけれども、先ほどのラージオとはその GN と C 倍の FN の代相関係が逆になっているという点に注意してください。で4つ目のシーターなんですが、これは先ほど のラージオ とラージオメガが同時に成り立つことを言っております。と GN がシーターのラージ FN であるとは、その、まあ、ある C1 と C2 が存在して、それから自然数 N0 が存在して、N が N0 以上ならば、上からは、C2 倍の FN で、下からは C1 倍の FN で GN が抑えられているということを意味します。最後に、これはスモールオメガですかね、なんですけれども、これはそのアルゴリズムが発散するときの振る舞いを言ったもので、まあ、GN がスモールオメガの FN であるとは、まあ、任意の正の C と自然数 N0 に対して、N0 が存在して、任意の、ごめんなさい、任意の、C、正の数 C に対してある自然数 N0 が存在して、N が N0 以上ならば、GN は C 倍の FN 以上になるということで、まあ、極限で表しますと、GN の方が FN よりも早く発散するということを意味しています。まあ、以上がですね、その、まあ、全近期法の式でして、で、まあ、細かい計算のステップ数を評価するというのはなかなか難しいですので、まあ、計算量の時間計算量の評価をする場合には、今述べました全近期法による評価を用います。で、まあ、特によく用いられるのはラージ O であったり、それからラージシータであったりというものを用いますので、確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。